今回の動画はナンバーアイが M ステに初出演したということで、その感想とですね、まあナイナイミュージックですとかブロウユアカバーの MV の感想についても語っていきたいと思います。ナンバーアイターの皆様、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー、今週はナンバーアイターの皆様はめちゃくちゃ忙しかったんじゃないでしょうかね。えあのコーチェラの情報が解禁になってから、なんか怒涛の供給量といいますか、あの出演量といいますか、すごいですね。でもうアメリカにナンバーアイさんは行かれて、もう到着したのかな。すごいね、ハードスケジュールですよね。はい。で、あの私さっきまで、あのコーチェラ YouTube で見れるので 80s のステージ見てたんですよ。めちゃくちゃ素晴らしくて、はい、あのやっぱこちらいいなっていう、あのこう風吹かれながらねパフォーマンスしてて、まあ、野外だと思うんですけど、まあ、暗かったですけどね。はい。なのでめちゃくちゃ楽しみですね。ナンバーアイさんのステージも絶対かっこいいだろうなと思って日本時間だと月曜日なのかな。私ね、がっつり仕事なんですよ。そうなんですよ。だけど、あの、アーカイブとかも多分見れるかなと思うので、はい、そちらのね、感想動画も出したいなと思うんですが、まずは今日はですね、M ステの方の感想ですね。はい、なんと2曲も披露して、さらにトークコーナーもありましたね。で、トークコーナーは先に YouTube で公開されてたじゃないですか。なんか、めちゃめちゃ良かったですね、トークコーナー。なんか良くなかったですか？うん、あの3人であんな風に喋ってるところを私はまだ見たことがないんですけど、どうなのかな？初なのかな？ああいう感じで3人が喋ってるところってね。うん、あんな空気感なんですね。いろんな知らなかった事実が明らかになって、トークコーナー面白かったですよね。なんかあの富士と豪とをどっちにするかみたいな。ね、あのデビュー曲どっちにするか迷ってたみたいな話とか、ゴートは本当はもっと前にリリースする予定だったって言ってましたね。はい。で、いろいろこう、やっぱ、すごいこだわったんでしょうね。はい。で、こう、いろいろやってる間にちょっとこう、発売日が伸びていったっていう。でも、あの、1月1日のあのゴートの衝撃って、私的には、なんか結構大きかったんですよ。そう、だからまあ伸びて1月1日になったんでしょうけど、なんかベストタイミングだったんじゃないかなっていう気がしますね。まあこうゴートから入ってった身としては、あの年が変わった瞬間のあのゴートの衝撃、すごかったですからね。それがなんかね、あのどの日でも衝撃を受けたと思うんですけど、それがなんか1月1日だったっていうのが結構インパクト強かったんですよね。なんか今年音楽業界変わるなみたいなそんな感じがして、なんか幕開けみたいな、はい、雰囲気があってよかったなって思いますね。あのやっぱ3人喋ってるとなんか緩いんですけど面白いですよねやっぱ3人面白いなと思って。で、あのこう平野くんが結構みんなにあのダンスのこととかね言うんだけど、うざくないみたいなあれは未公開の方ですかね、 YouTube で上がってた方かな。あ、そうなんだ、結構言うんだねとか、でもまあいやいや全然全然、むしろありがたいよみたいな感じで話してたりとか、まあリーダーはね岸くん堅くなにこう否定してましたけどきっとまあ、あ仮リーダーみたいな、まあリーダーは岸くんなんでしょうけど、まあパフォーマンスリーダーみたいな感じのポジションはあの平野くんなのかなってっていう感じですよね。やっぱりどのインタビュー聞いてもね、かなりご自身たちでこだわって作ったんだなっていうのが伝わってきますよね。で、あの今回富士が初パフォーマンスということで、もう M ステさんありがとうございます。はい。あの私東京ドームの方にですね参戦できておりませんで、はい、富士のパフォーマンス見れたのが本当に嬉しかったです。あのセットすごかったですね。あの山、まあ、富士だからか今気づいた、そっか富士のセットだね、そうだね。あの山のねこう階段といいますか、あの上に立ってる3人が
むちゃくちゃかっこよかったですね。まあ、特にやっぱ平野くんサングラスかっこよかったですね。なんかもうアイドルっていう感じではなくなってきてるなっていうのをやっぱ富士のパフォーマンス見て思いましたね。いやなんか誰があの姿を予想できただろうかって私は思ってます。もともとねこのナンバーアイになる前から応援していらっしゃるこうナンバーアイターの皆さんはどんな風に想像されてたのかわかんないんですけど、いやまあ普通に私はなんていうんですか、ゴーとリリースされる前まではもう本当にこう別界隈のね K-POP オタクだったので、まあ今もそうですけど、まあその立場からして、あの事務所をね辞められる時にこういう姿こういうパフォーマンスで帰ってくるっていうのは全然想像ができなかったですね。ご本人たちも想像通りのもの出してもしょうがないのでっていうことをおっしゃってましたけど、いや改めて全くこの姿は想像できなかったなと思いましたし、まあ私は富士すごい好きなんですけど、見ながら思ったのは3人ともこうラップの仕方も声の感じも全然違うじゃないですか。うん、平野くんはめちゃくちゃ低いし、まあ、岸くんはちょっとこうなんていうのかな、個性的な声だと思うんですよ。で、あの神宮寺くんはすごく聞きやすいあの声かなと思うんですけれども、3人全然違いますよね。だからあすごい良かったんだなと思って、この3人でねグループを組むっていうことが、声っていう視点だけで見てもすごくこうお三方バランスがいいんだなって思いましたね。あの岸くんはこう高速ラップみたいな感じじゃないですか。で平野くんは結構な低重低音ラップって言ったらいいのかな。そうで神宮寺くんは結構一番歌詞とかがはっきり聞き取れるんじゃないかなって私は思うんですけど、この声もそうだしラップの仕方も三者三様でめちゃくちゃいいなって思いましたね。共演者の皆さんもすごい盛り上がってたじゃないですか。それも良かったですし、あの旧事務所さんのねあの皆さんと共演されているところがちょっと見てて不思議な感じしましたよね。あのわーエモいみたいなのとはちょっと私はあの違う感じ方をしたかな。どうなんでしょうね。あのウエストさんとかに私が詳しくないから、そういう風に見えるのかわかんないんですけど、ああ推しと推しが共演してエモいみたいなのは多分 K-POP のグループと共演した時に思うんだと思うんですよね。はい。なので、まあ、旧事務所さんと並んでる姿を見た時に、あなんかすごいなって、あ本当に時代変わったんだなみたいな、そういう感じで見てましたね。なんかまあ最近はね、ナンバーアイさん地上波にどんどん出演されてますけど、結構こうテレビ以外のコンテンツで見ている時間が長かったので、改めて地上波のテレビ番組で見るとわーっていうなんか不思議な感じするみたいなところが私はありますね。まあ、これからね、慣れていくのかなとは思うんですけど。なんて言うんだろう。全然テレビに出ないアーティストさんがテレビに出た時みたいな、あるじゃないですか。そういう感じを受けながらいつも見てますね。ゴートの方も後半でパフォーマンス披露ありましたが、すごいこう、ゴートの方も共演者の皆さんが盛り上げてたじゃないですか。あれがめちゃくちゃ良かった。さあですね。で、あのゴートのカメラワークで結構いろいろご意見がね、出ているようですけど、まあ私最初パフォーマンスに集中しすぎてて、カメラワークが悪いことに、悪いって言っちゃったカメラワークがこうちょっとね、っていうところに全然気づいてなかったんですよ、実は。すんごいパフォーマンスに見入ってて、っていうのもなんかね、見れば見るほどなんか洗練されていくじゃないですか。まあ、もっともっと洗練されていくと思うんですけど、パフォーマンス力が本当にナンバーアイさんどんどん上がってるので、おーと思って今回も見てたんですね。はい。なのでカメラワークのことに気づいてなかったんですけど、なんか2回か3回見た時におやっていうちょっとあーっていう感じはありましたね。
はい、慣れてるはずですけどね音楽番組だから。でもね、 K-POP オタクとしては K-POP グループがあの M ステに、まあ、出ますけど、出た時にわーカメラワークめっちゃいいじゃんってなったことはあんまりないかなちっちゃい声でしか言えないけど、そうですね、カメラワークめっちゃいいじゃんってなったことあるのは NHK とかかなって思いますかね。で、あのナイナイミュージック、はい、はあのゴーとパフォーマンスね披露してましたけど、そちらはめちゃくちゃカメラワーク良かったですよね。まあ一応まあ音楽バラエティっていうか、まあ音楽番組ではないじゃないですか、バラエティ番組なので、まあ、そんなにこうカメラワークのこととかあんまりこう期待しないで言ったらですけど求めて見てたわけではないんですが、良かったですよね。だから余計にね、こう M ステとこうナイナイミュージックさんとのカメラワークの差がなんかこう顕著にね、はい、あの感じられたところもあるかなとは思うんですけど、やっぱねバラエティ面白い。あのダンスの当てるやつとかめっちゃ面白かったですね。あのね、本当に毎回言いますけどタレント力が高くて、はい、あの天然の要素もあるとは思うんですけど、やっぱバラエティ強いっすね、ナンバーエさんたちね。でもまあきっとね、音楽活動が中心なんだろうなとは思いますけど、バラエティやっぱ面白い。なんかレギュラー番組やってほしい。なんか YouTube とかでやらないかな。あの、K-POP アイドルってよく、あの、自分たちのね、YouTube チャンネルで、あのバラエティ番組みたいのあるんですよ。20分か30分ぐらいので、それが結構面白くって人気出たりする時とかもあったりするんですけど、もうナンバーアイさんたちこれだけ面白いから、なんかオリジナルのなんかちょっとした番組みたいなの YouTube でやってほしいな。絶対面白いと思うんだよな忙しいかな、はい、期待したいなと思うんですけれども。そしてあのブローユアカバーの MV が解禁されましたね。あのこちらもめちゃくちゃ大人な感じのね、まあ楽曲がそうなので、ちょっと演技もね入りつつで、あのまあ女性ダンサーさんたちがたくさん出演されていて、なんて言うんだろう、なんかイメージとしてはコンテンポラリーダンスみたいな雰囲気ですよね。 MV の空気感が、 MV もね全然違う感じで来ましたね。はい、あれは日本なのかな、日本でロケしたのかな、ちょっと場所とかも気になりましたね。なんか思ったのが、あの K-POP アイドルばっかり見てるので、あの K-POP アイドルの方がちょっと MV とかで演技してると、あのなんかちょっと気恥ずかしいみたいなところがあったりするんですよ私普段演技してないから。ドラマに出るアイドルさんもいらっしゃいますけど、まあ、あんまそんなみんなね K-POP アイドルって出ないので、ちょっとなんか気恥ずかしいななんて思いながら見る時が多いんですけど、でもナンバーアイさんたちって普通にもう演技ね、あのされていらっしゃるから、あのそのあたりが素晴らしかったですねもう役者さんの経験も終わりだから、なんかその辺がねこれまでのキャリアがめちゃくちゃ生きてるんだなって改めて思いましたね。はい、ということで、もうねあのコーチェラですよ皆さん話戻りますけど、はい、もうめっちゃドキドキしてます私。もう超楽しみで仕事集中できないんじゃないかなと思ってるんですけど、リアタイできる方が本当に羨ましいですね。いつもねあのナンバーエさんの動画に結構たくさんコメントをいただくので、あの皆さんのあの M ステの感想ですとか、あとはあのこちらへのね期待などもいろいろコメント欄にお書きいただけると嬉しいです。お茶会 TV 引き続きナンバーエさん全力で応援してまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします